はい、皆さんこんにちは、松田ひかるです。今回は日本リーグトーナメント1回戦三重県庁戦をお送りしたいと思います。ハイライト映像と全球見たいよっていう方おられると思うので、前編動画っていうのを配信したいと思います。で、打球もちゃんと追っているのですごい見やすいようになっていると思うのでぜひご覧ください。はい、1回戦三重県庁クラブ、これは、来年の国体に向けて、日体大の OB が7人スタメンで出るという、そして、新しい若い選手が多いチームとなります。今年から日本リーグの方に参戦したチームです。立ち上がりですね、1番バッター桜田選手、日体大の1番バッターだった選手ですね。初球いいコースですがボールから入りましたね。これ初球は、キャッチャーの山内選手と相談をして、自分はチェンジアップから入ろうって言ったんですが、山内選手がそこはドロップでしょということで初球ドロップで入りました。ちょっと緊張していて観客も多く、そして相手も強豪、土曜日曜につなげなきゃいけないっていう、みんな初回はだいぶ固く入っていたような気がします。3ボール1からですね、チェンジアップ高めに浮いてたんですが、3ボールからチェンジアップ投げないだろうと思っていると思ったのでチェンジアップでここは勝負しました。2番芦田選手、神戸学院の出身の選手ですね。外のドロップで三振。3番宗田選手、日体大の OB で愛媛ウエストから移籍した選手ですね。宗田選手も外のドロップで三振。この試合すごく気合入っていたので、自己最速に近い128キロ出すことができました。先発は酒井選手、川野選手が投げてくるかなっていう予想で準備をしていたんですが、予想とは違い酒井選手が先発ということになりました。で、実はこの酒井選手、千葉敬愛高校の僕の後輩なんですね。ということで千葉敬愛高校、そしてキャッチャーが松山工業っていう、お互い同じ出身の高校のバッテリー同士での戦いとなりました。あー、みんなベンチでいい顔していますね。一番上の選手、いきなりライト前を打ちます。いい顔してますね。本当にこういう試合の一番バッターってすごく緊張すると思うんですが、思い切ったスイングをしていいバッティングをしました。2番浜本選手はセーフティー気味の送りバントですね。ちょっと跳ねてすごいいいところに飛んだんですが、なんと桜庭選手ここまで打球処理にしてセカンドでアウトにするっていう、これはビッグプレーですね。そして3番松田、外のライズをライト前、ワンアウト1、2塁、先制のチャンスを作ります。4番キャプテン鳥山選手ですね。やっぱチームとして先制点取ろうっていう思いは強かったので、ここはすごい期待したんですが、フルカウントからちょっと低めのボール球追っかけてしまいましたね。5番山内選手、これは2ストライク追い込まれてからですね、
ちょっと差し込まれましたね。そして初回はライトフライでお互い無得点でのスタートとなります。2回ですね、4番池田選手、日体大で4番キャプテンをしていた選手ですね。チェンジアップをレフトフライ、これもすごく高いフライで芯を食っていましたね。5番秋須選手、外のドロップで見逃し三振。この2ストライクノーボールからだったので、まあ、1球ボールだろうなっていう考えがあったと思います。6番上田選手、外のドロップで三振。5番6番は3球で勝負しに行っていますね。2回和田選手、日体大の先輩後輩対決はピッチャーの酒井選手の勝利ということで三振です。そして安見選手、真ん中低めのドロップ、この高さ、真ん中低めっていうのはすごく効果的なボールですね。ついつい甘いと思って追っかけてしまいやすいボールですね。で DP 難波選手、これも三振、三者連続三振、これはなかなか点の入らない試合になるなっていう 1,2 回の立ち上がりですね。7番、鈴木選手、日体大の OB ですね。初球をセンター前、ナイスバッティングですね。そして8番、京谷選手、日体大 OB です。3球三振。で9番河原口選手、オール福岡でやって九州産業大学でプレーしていた選手ですね。もう真ん中低めで三振。ツーアウト一塁で1番バッターの桜庭選手に回ります。今度は高めのライズで三振と、結構気持ち入れて投げてますね。3回裏平均の攻撃は9番西山選手からライズに空振り三振。1番宇根選手、これも芯なんですけどちょっとこすりすぎてますね。レフトファールフライでツーアウト。2番浜本選手、インコース構えたのがちょっと外寄りに行ったの逃しませんでしたね。ナイスバッティング、レフト前ヒット、いい顔してますね浜本選手。3番松田、2球目ですね、浜本選手が盗塁を仕掛けます。いい顔してますね。で2アウト2塁となった時点で、小石球で2アウト1、2塁となります。で4番の鳥山選手、2打席とも1、2塁チャンスの場面で回ってきました。初球が外のライズ、見逃しましたね。吉村さんからの指示が出ていますね。2球目がインコースドロップですね、ファールボール。2ストライクから外のライズボールですね。そして4球目、インコースのドロップ、
1、2塁間完璧な当たり。浜本選手足が速いんですね。鳥山選手いい場面で先制のタイムリー、いいガッツポーズ出てますね。頼れるキャプテンですね。何回ガッツポーズするんだっていう。そしてツーアウト1、3塁で山内選手、これも惜しかったですね。フェンス手前のセンターフライ、でもヒラキンが先制点を挙げます。これでちょっと落ち着きましたね。4回芦田選手から外のチェンジアップで三振、宗田選手外のドロップファーストゴロ、いいですね。ちょっと余裕が出てきてますね。で4番池田選手、高めに浮いたインコースのドロップをセンター前、すごいですね、観客いっぱいいますね。ツーアウト一塁となります。5番の秋津選手、インコースのドロップがちょっと真ん中外寄りに行ってしまい、1、2塁間安見選手飛び込んだんですが、ギリギリ打球届きませんでした。ツーアウト1、2塁になります。そして1、2塁でキャッチャーの上田選手ですね。外3球三振ですね。これはあのキャッチャーの山内選手の後輩が上田選手ということで、性格を知って3球勝負でいったんだと思います。4回和田選手フォアボールを取ります。いいですね、フォアボールでガッツポーズ出てます。ベンチも盛り上がってますね。安見選手ファーストゴロ、これはファースト宗田選手ナイスプレーですね。一塁線の打球をベースを踏んでからランナーが走ってない方に投げてタッチアウト。で難波選手外のライズ、おーライトフライ、3人で攻撃が終わります。5回ですね、先ほどヒットを打った鈴木選手から始まります。外のスライダーで三振、8番京谷選手、ナイスバッティングでしたか。ナイスキャッチですね、安見選手素晴らしいプレーが出ました。やっぱり上手ですね安見選手。阿部選手、安見選手いい笑顔出てますね。鳥山選手もいいですね、いい雰囲気の中試合やってますね。で9番川原口選手、これもナイスバッティングでしたが、ルーキーの黒岩選手ナイスプレーですね。サングラスかけてるんで表情わからないですけど、そして西山選手からこの打席粘るんですが、最後チェンジアップに空振り三振。そして宇根選手チェンジアップですね、またセンターフライツアウト。そして浜本選手ツースリーからセカンドゴロと、セカンドナイスプレーですね。ショーガンハーフバウンドで取って素晴らしいトスでした。6回1番バッター桜庭選手からですね、ツーボールツーからセカンドゴロ、ワンアウト。
落ち着いて安見選手が処理しました。そして2番芦田選手、山内選手がそっち打たせるよって言ってますね。あー、狙い通りのセカンドゴロ、そして2アウト。安見選手いいですね。そして3番宗田選手、ピッチャーゴロで3アウト。ちょっとここら辺で余裕が出てきてますね。6回ですね、先頭松田3球三振、4番鳥山選手、もうベンチが、ああ安見選手声出してますね。あ、大久保選手、川村選手も声出してます。2ボール2から、これナイスバッティングでしたね。セカンドが上手なんですよ、本当に。打撃内容としては悪くないと思います。2アウトから山内選手、これは痛いですね。肩甲骨折れたのかと思うぐらい。和田選手が7球粘ってフォアボールを取ります。いいですね、意地のフォアボール。そして安見選手、守備でナイスプレーを何度もしてましたが、初球チェンジアップ見逃します。そして2球目、なんと、あー、ギリギリセンター取れず、ナイスバッティング、ホームランですね。これはでかいです。 1-0 からの3ラン、6回に大きな追加点が入りましたね。うわ、みんないい表情してますね。もうボコボコ叩かれてますね。この時安見選手軽い脳震盪起きたって言ってました。スーパースターですねこれ。会場も盛り上がってます、すごい。あ、いいですね、いい表情してる。やっぱベンチ全員で喜べるっていうのはすごいいいですよね。そして黒岩選手が、デフォが DP を兼ねて素晴らしいセーフティーバント、ホームランの後のバント、セオリー通りですね。初球で決めました、素晴らしいデビュー。そして西山選手三振と、この回この3ランで 4-0 となります。で最終回池田選手から、あースライダー上手に打ちましたね。ライト前ヒット、はい、バッティングの技術が高いですね、インコースもアウトコースも。そして5番秋津選手、2ストライクからショート宇根選手、確実にアウトを取ってくれますね。鳥山選手ふざけてますね、素晴らしい。澄ました顔もかっこいいですね。6番上田選手、チェンジアップがデッドボールとなります。ワンアウト1・2塁。そして7番鈴木選手、フルカウントからですね、6球目、サードゴロ、黒岩選手が確実に踏んでゲッツーで試合終了と。素晴らしい、落ち着いていましたね黒岩選手。4-0ということで、会場のお客さんに挨拶をして終わりました。まずは、土曜日に試合をつなげられたということで、みんなホッとしています。そんな背中がかっこいいですね、背中が。1回戦、ライズ球場にたくさんの方に駆けつけていただき、金曜日という平日だったんですが、本当に大勢の方に応援に来ていただき、それがやっぱり力、後押しになったと思います。本当にありがとうございました。で、前編映像も、一緒に配信しますので、詳しく見たいよっていう方はぜひ見てください。次回は、
2回戦の旭化成戦を配信したいと思いますので、ぜひとも楽しみにしていてください。それでは高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。またね。ヒラキンソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Let's enjoy softball.